Voice Trails of Be Okinawa。 ではいろいろとお話を伺ってきましたが、最後に今回の沖縄の旅を通してですね、市川さんの中で沖縄への印象がどう変わったか、はい、あるいは、まあ、変わらなかったのかも含めてですね、うん、そして新しく見つけた沖縄の魅力があれば、教えていただきたいと思います。また合わせて沖縄これから行ってみたいなと思っている方へのメッセージも、はい、そうですね、今回やっぱり印象すごく変わりましたね、はい、いい意味で。やっぱり何ですかね、もともと沖縄に息づいてる、ずっと沖縄にいる方、あとは一回外に出て何か学んだりとか修行されて戻ってきた方、うん、そしてあとは全然移住、別の場所から移住してきた方、うん、なんかいろんな個性がこう、はい、私たちぐらいの世代でなんかこういろいろ集まって、なんかそれぞれのなんかこう技術だったりとか知見だったりとかを生かして、はい、なんか面白いことを現地でやっている方たちがいっぱいいるっていうのは、今回の旅がなかったら絶対知れなかったことでしたし、なんかそういった人たちが多分今後もまた面白いことをどんどんみんなで盛り上げていくんだろうなっていうことで、今後も楽しみですし、なんかそういった人たちはやっぱ場を持っている方たちが多いので、なんか皆さんもね、どんどん実際行って交流をされてお話とかされてみると面白いんじゃないかなって。沖縄だとお話好きですか？いや、そうなんですよ、だからちょっと職人さんとか作家さんとかちょっと小難しいというか気難しい方が多いのかなとかってそんな印象はあります。そう、ちょっとドキドキしながら伺ったんですけど、はい、皆さん本当に熱っぽく情熱持って、で、そして親しみやすく、いろいろお話しさせてしていただいて、すごく本当私も毎回話聞きすぎて時間がっていうようないいですね、そう、っていう感じの旅だったので、皆さんどんどんこういろんな方と交流を持ってみると面白いんじゃないかなって思いました。合わせて何かメッセージありますか、皆さん？そうですね、なんだろうな、いや沖縄いいとこ一度はおいで聞いたことあるな違いますよね、違う場所ですよね、でもなんか海だけじゃない、海とかそういったこうマリンスポーツじゃない沖縄の楽しみ方、ちょっと暑いとこ嫌いとか苦手みたいな方も、なんか別の楽しみ方って全然今回の旅のにあると思うので、なんかそういった視点で沖縄見てみると、新たな発見があるんじゃないかなと思いますね。もともとは日に焼けたくない、そう、市川さんがこんなにもハマってるわけですから、はい、すごい力だと思います、はいはい、また今回は、ね、いろいろと写真もご提供いただいたりとかしたんですけれども、実際に、旅の最中にですね、動画もお撮りになってたということで、はい、これに関しましては市川渚さんの、ね、YouTube チャンネルで、Vlog として、アップされておりますので、さらに、今日のお話の、延長線上にもしくは保管する意味でもですね、ご覧いただきまして、このボイストレーズオブビー沖縄と合わせて、見ていただくと、ちょっとこう絵が完成する、そうですね、また点がまたどんどん色濃く色濃い線でつながるかもしれないです、はい、今日出てたお話も実際に動きで、分かると思いますので、見ていただきたいと思います。市川さん、どうもお話ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。ボイストレーズオブビー沖縄第3回のゲストはクリエイティブコンサルタント市川渚さんでした。3回にわたりお届けしてまいりました沖縄をもっと知っていただくための動画 Voice Trails of Be 沖縄、いかがでしたでしょうか。このシリーズをご覧になった皆さんがですね、沖縄に行ってみたい、もっと沖縄を知りたいと思っていただけたら、私としてもとっても嬉しいです。またどこかでひょっとしたら沖縄の路地で、いやレストランで、いや宿でお会いすることになるかもしれませんね。では、沖縄でお会いしましょう。さよなら。全3回でお届けしてきました Voice Trails of Be 沖縄、それぞれ3名のゲストの方にさまざまなお話を伺いましたね。まず映画監督中村さん、やっぱり沖縄生まれ育ちということで沖縄の人からの目線、ですね、その生まれ育った目線で沖縄の話をいろいろ聞けました。現地ならではですよね。そしてミュージシャンの宮沢さんからはですね、やっぱ沖縄の歴史を深く知る、そして興味を持って探求されている、そういったですね、目線からの沖縄のお話、そして今日の市川さんはですね、クリエイティブな部分、そしてさらに旅をされている、そのご経験からですね、また見た違う目線でのですね沖縄ということで、3つのお話を伺うことができました。
どうしても沖縄というと、まあ、もちろん食、そして、まあ、海とかその観光に行くときにですね、さまざまな、ご自分の、ね、目的があると思うんですけれども、いやもっともっと深いんだ、幅が広いんだということをですね、お三方のお話の中から伺うことができました。これからですね、ちょっと毎回旅に目的、そして目標を作ってですね、何度も何度も沖縄を訪れて、お三方の、おっしゃってる沖縄をですね、ぜひ身に、自分の中にも取り込みたいなというふうに思いました。というわけで、ぜひ、この他の動画もありますので、見ていただいてですね、また沖縄でお会いできればというふうに思っております。見かけたら声かけてくださいね。ということで、他の YouTube もご覧ください。ありがとうございました。